坂上くんも前回やりましただからそんなに頭バカにしてるんですか。もう不眠不休ですよ。間違えすぎですよ。その学生、その学生バレるバレる。1から8巻読んだということで、はい、以前に2つ動画出していたんですけれども、そこで何言ってたか覚えてますか？ね、なんかロシアの話してました。なんか制作してましたね。なんか制作あってねえ。自然と当てたよ今の。なんか制作してたよ。それそれそれ。ロシアが。いや、ロシアがみんな狙う、なんか制作制作あったよな。多分もう答え出てるんよ。出てるよ大丈夫だ。もう悩まんでいい。もうナイツのネタであったしこれ。西野かなみたいな。坂の上の雲を奏でます。明治維新から日露戦争勝利まで、日本が近代国家として歩み始める時期を描いた本ですね。維新といえばこちら関連動画あります。最近の動画ですね。8冊でまず読み終えた感想なんですけれども、心情が細かく書いてある日露戦争の詳しい資料集だと。ほんまに不安だろ。もえよ剣を見ましたけど、司馬太郎さんの、はい、あんまなんか短文が多ない。短文パッ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 、そうでもない。いやだからほんま資料集、歴史書みたいな感じやろ。あ、まあ人間の内部とか。だから小説って普通なんかそんな感じやだけど、そういう感じはないよ。だからほんまに人間だけやもうフューチャーされてる。主人公の視点とかで多分小説って進むけれども、これは全然そんな感じでもなくて、一応主人公3人います。はい、3人の名前どうぞ。よしよし、犬よし、家よし、全部違います。秋山よしふると秋山さなさねゆきと、わさわかしきの3人が主人公いたんですけどね。これ一応そうなんですけど、僕が読んだ感じ主人公8人ぐらいいるやんみたいな感じを受けました。でも場面場面でその視点が変わりまして、これ共通点あるんですよ。わかります？はい、はい、同じ時代を生きていた。あ、まあそうでしょうけど、同じ小説に登場する人物でしょうってね。だってこの小説の話してますからね。ちょっと追い出してこう。わかりました。住んでいる地域が同じ。あ、そうなんです。出身地が同じでしてね。四国。あ、まあ、そうです。伊予の国。いよいよ答えが出ます。どうぞ。いや、いよいよ言うてますよ。伊予です。はい、当てます。愛媛県です。もっちゃんですね。うん。そう、だから夏目漱石ってのもちょっと出てきた。夏目漱石って正岡子規は仲が良かったから、ね、俳句教えてもらってたみたいな。夏目漱石の俳句ってすごいな。ちょっと夏目漱石の話じゃないで、今日も。なぜこの3人が主人公に選ばれたのかということなんですけれども、もともと司馬太郎さんはですね、なんか家とかに正岡子規の本が新しくて、正岡子規に興味があったと。へえ。で、正岡子規をどんどん勉強し知っていくうちに、うん、友達に、うん、秋山さねゆきさんがいると思う、ということを知って、で、その秋山さねゆきって誰なんやと思ったら、その海軍の日露戦争時代の天才、お前帰国嫌やろ。天才と呼ばれた人がいて、で、そのお兄さんが日露戦争時代の騎兵を作り上げたすごい人ということで、この3人を主人公にしました。しかしね、この序盤で2巻か3巻ぐらいで主人公の一人である正岡子規さん死亡されました。ネタバレかよ。まあ、メインなんですけれども、これやっぱり日露戦争、日清戦争も書かれてるけども日露戦争、そしてそのメインのメインが何でしょう。もう当たってるよ。うつぶいとももう当たんよ。日本海海戦両陣です。そうです、両陣。まあ2つがこれメイン。両陣ってどの辺かっていうね、気になりましたね、地図。まあここら辺なんですけれどもね、これがすごい大事な場所やから、すごいことになるんですよこれ。それは後ほど喋ります。次です。満州について軽く。満州、満州キノコで終わりますので説明。満州に、満州インドでしょ。満州って、満州キノコです。それ説明終わりますので、満州なんです。インドネーション一緒やけど、もうええわ。満州って歴史で聞いたことありますか？ブギ。ああ、最後のラストエンペラーですね。で、ここですね、歴史的にずっと戦場になった地域と言われてます。ここはね、もともと日清戦争で日本が戦った清ありますよね。その清を建てたのが女真族というものなんですけど、この民族のふるさとが満州なんです。中国って民族。やだ。なんで？どういうリアクション？間違ってる絶対。中国多民族国家。いや、まあ、漢民族とか。そう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 。とかいろんな民族がいて、まあ、漢族が 90% ぐらい占めて大多数やねんけれど、多くの民族に争われていろんな民族に支配されてきたのが満州という地域なんですね。で、日露戦争では、まあ、日本とロシアが、日本とロシアがそこで戦うっていう、ね、
あるぞ。そうや、常にだからその戦いの場になって話ちょっと配りている。はいはい、これまだ導入です。次回選ぶミスター。メインの日露戦争に入っていきたいと思います。最初にです、圧倒的に日本に力が勝っていたロシア、軍事力が圧倒的にね、ロシアが強かった。日本なんてもうさっきまでちょんまげで刀持ってた国ですから、全然強くないとお金もないですよね、うん、ロシア、大国ロシアに日本が勝てた理由というか、ロシアが負けた原因だと思います。カミカゼ天気の部分もありますけれどもね、そのここの戦いでは。はい、ロシアってやっぱり強いっておっしゃいましたけど、先生はその分狙われる敵も多かったんじゃないかなっていうふうに思います。日本はこっちだし、でもヨーロッパでも接しているわけだし、ヨーロッパとの戦いとかあったんじゃないかなって僕は思います。大国がゆえの分断、この本ではロシア帝国の官僚体制ほーが一番の問題だったと言われております。皇帝がいて、で貴族みたいなのがいて、そこには絶対逆らえないとね、自分の保身に走ってしまうっていうね。皇帝って、でもこのページもないですか。ペンギンの仲間の中で最も体が大きくなるよ。え、なるよ。巣が作らず、オスが足の上に卵を乗せ、ひだになった腹の皮膚を卵にしっぽりとかぶせて温める。オスと交代をしてひなをさせるのが皇帝って書いてます。皇帝つながりで皇帝ペンギン出してくんなお前。え、まあ、次にさ、日本が大国ロシアと戦った理由、ロシアは満州あたりとかそこら辺のね、地域の軍事力を増強していて、理由は言いましたよね前、その南下政策、どんどん南に行く政策なんだね。待ってたらもう取られると。あ、そういうこと。勝ち目はほとんどなかったんやけれども、待ってても、もう10対0で負けてまうから、今のうちに戦って、6部、4部ぐらいに持っていって、外交上でうまいこと収めようという作戦で日本は戦った。しかしね、戦争が決まった後で、日本はお金が全然なかったので、外国から戦費の調達をする必要が急務だったんですね。これをね、当時日銀副総裁の高橋惠清さんが、分かるわけないやろ。当時の日銀総裁副総裁誰ですかって分かるわけないやろ。高橋惠清といえばなんかあの総理大臣になってたって。ああ、なってましたね。優しい人知らないの。高橋大臣ですよ。で226事件で暗殺された一人。あ、そうなんや。高橋惠清さんです、どこの国も日本が勝つと思ってなかったよ、ね、そのロシアだから、そんな負ける国にお金貸しても絶対帰ってこへんやみたいな、思ってたんですけど、協力でね、大きかったのが金融家のヤコブシフ。これユダヤ人の大物なんですよ。すげえ。その人からお金を借りたのがすごい大きかったと。理由なんですけれども、ロシアがユダヤ人を迫害してたっていうことがありまして、ロシアはいろんな民族地域を支配していたから敵が多かった、次ですね、メインのメイン、ロシア攻防戦に入りたいんですけれども、ここで1回、5分だけトイレ休憩あったります。質問いいですか。おるけど休憩時間に来るやつ。ニシンなんですけど。ニシンの話、マンボウでもいいんですけど、はい、どっちを研究テーマにしようかって非常に。どうでもよお前。すいません、ご飯大事ですか。いいですよ、僕勝手に始めておきますね。メインのメインなんですけれども、日露戦争の有名な戦い、旅順攻防戦です。旅順攻防戦というのは、まあその旅順にロシアの要塞というものがあったり、